国鉄補機5200経過車は、かつて日本国有鉄道及び1987年4月の国鉄分割民営化後は日本貨物鉄道に在籍した発破車である。本形式落成前に同様の任務に従事していたセム3700型についても本項目で解説する。本形式は、鉱石、石灰石輸送用30トン石の私有化車である。 1958年から1961年にかけて、日立製作所で補機1800型として20両が製作された。補機1800型は、1963年7月26日の称号規定変更により、補機5200型に改められた。補機5200型としては2代目に当たる。補機5200型は、 同日補機5600型へ変更になった。所有者は、土佐石灰工業の一社のみであり、戸賀の駅を常備駅として運用した。補機5205、補機5206の二社は、車掌室のように見える操作室を備えていた。操作室では、編成前車の底扉の開閉を行うためのエアーシリンダーの操作を行う部屋であった。操作室付きではあるが、 ホッパ自体のサイズは他社と同一である。車体図色は黒で、1968年10月1日ダイヤ改正では、高速化不適格各車とされて、最高速度時速 55km の指定車となり、識別のため記号に炉が追加され、炉補キとなり、黄色の帯を巻いている。二役方式は、ホッパ上部よりの上入れ、底扉による下出しであった。 全長は 9000mm、全幅は 2590mm、全高は 3220mm、台車中心間距離は 5100mm、事業席は20.0立方メートル、換算量数は、赤車4.5、空車1.4である。落成時の台車は、日立 C-1 台車であったが後に、ベッテンドルフ式の TR41D に変更した。 1992年10月に、土佐石灰工業の貨車輸送廃止によって、最後まで在籍した17両が廃車になり形式消滅した。補機5200系、ロ保機5205、1988年1月1日、戸賀の液操作室不車各年度による製造会社と、両数は次の通りである。1943年2月に12両が、記車製造にて、 土佐石灰工業所有者として製造された。当時の車両規定では、私有石炭車、私有ホッパー車が鉄道省より認められていないため、国鉄線路上を運用することは不可能であった。このため全車を鉄道省に無償上とした。この再形式名セム3700型が与えられた。専属貨車として、戸賀野駅を常備駅とし、東駅大野合駅間にて運用された。 また、専属車掌車として、セムフ1000形4両が重当された。その後車両規定が改定され、私有ホッパー車が認められ、1958年に、ホキ1800型が製作された。同形式落成後、本形式は、九州へ移動になったが、戦争中の国史により疲弊しきっており、また少数車であったため保守に手間がかかり、 1963年8月12日に全社が一斉に廃社となり、同時に形式消滅となった。ありがとうございます。